ウクライナの紅ないボルシチウクライナ料理はウクライナ人の伝統的な食文化を代表する東欧料理の一つである。ボルシチやバレーヌイクなど世界的にも有名な料理があり、ポーランドリトアニアルーマニアロシアユダヤなどの食文化にも大きな影響を与えた。ウクライナのバレーヌイクコサックママアイと鬼との飲み会結婚式の頃ばアイ。ウクライナ料理の伝統は キエフ大公国の料理文化に遡る。中世時代のウクライナ人は、穀物や野菜を栽培し、鳥や動物を畜産し、それを料理にしていた。また、野生動物の肉とカワウオとその卵も食べられた。古代以来ウクライナ人の主食はパンであった。キエフ大公国時代の一般的なパンは、小麦粉やライ麦粉など作った酸味のある発酵パンで、 あったが、その他に、ケーキカラーチコロバーアイなどの種なしパンや、消しの実と蜂蜜でこねた甘みのあるパンなど、様々なパンの種類が存在していた。パンの他に、雑穀のおかゆも作られ、副食の役割を果たしていた。農家では雑穀したキビの実から作られおかゆは、一般的であったが、貴族や豪商の家庭では、サラセンのキビと呼ばれる、輸入の稲で作られたものが好まれた。 その他の副食には豆料理や野菜料理などがあった。調味料には在来品の香辛料と輸入品の香辛料、それから様々な油類と甘味料としての野生蜂蜜が用いられた。デザートは果物、チーズ、クーチャんが中心となっており、飲み物は乳製品、穀物酒、蜂蜜酒やアルコールの果物酒などがあった。中世ウクライナの料理は、 長い時間をかけて大きな天下で煮込まれることが一般的だった。煮込み料理の中でスープは最も人気のある料理であり、二つの種類に分かれていた。一つの種類は野菜と香辛料を合わせて作った香草の茹で物で、もう一つの種類は肉と魚で作った吸い物であった。中世末期に香草の茹で物に南方系のビーツを入れるようになると茹で物は ボルシチと呼ばれるようになった。13世紀半ばに、キエフ大公国がモンゴル帝国に滅ぼされた後、ウクライナは様々な隣国によって支配されるようになった。それによって、ウクライナの料理文化は他国に知られるようになる一方、他国の料理文化がウクライナに流入し、ウクライナの料理を豊かにした。食事中のコサックたち、14世紀以後に、 アジアから輸入されていた蕎麦は、ドニプロウクライナで栽培されるようになった。それがきっかけに、ウクライナで、蕎麦の団子、蕎麦のパン、蕎麦のおかゆ、蕎麦の餃子や、ケーキなどを作る風習が広まった。また、同年代に、中央アジアからは、クワとスイカが入ってきて、南ウクライナで栽培されるようになった。16世紀から19世紀にかけて、アメリカ大陸からトウモロコシ、 カボチャ、インゲン豆、いちご、唐辛子、ジャガイモ、ひまわり、トマトなどの輸入により、ウクライナ料理の様相は大きく変わった。特に、ジャガイモは、スープ、前菜、肉料理に不可欠な材料となり、ひまわりは最も重要な油脂作物となった。17世紀にインドからもたらされてきた、ほうれん草が夏のボルシチとして好まれる、 緑のボルシチを作るために用いられるようになり、異教徒のキュウリと呼ばれるナスは現代ウクライナ料理を代表する数多くの詰め料理に使用されるようになった。ウクライナのソリアン化。ウクライナ料理は熱の料理と言ってもいい。食材を煮込み、ピリ、焼き、茹で、熱した油に通し、様々に加熱することで食材の風味を増し、豊富な調味料を組み合わせることで食材の風味を 高めようとする。牛肉としては豚肉が主たるものであり、牛肉はあまり好まれない。豚肉、ラード、サワークリームをよく使うことは有名で、ウクライナ人はしばしば、サーロクライトあざけって呼ばれる。鯉など炭水魚も好まれ、野菜を多く使うことからも、スラブの料理と縁が薄い、日本人にも比較的馴染みやすい。卵、小麦粉も、菓子などを中心にふんだんに使われる。 小麦に次いで使われるのは蕎麦で、蕎麦の感謝は広く愛されていた。野菜類の中では、ビートが人気でおよそ30種類あるという、ボルシチには欠かせない野菜である。続いて古代ルシ人同様に豆類も好まれる。外来の野菜ながら、トマト、ジャガイモ、カボチャ、トウモロコシも大きな役割を果たしている。キノコは大変好まれ。 キノコ狩りは主要なレジャーの一つでもある。サクランボ、スモモ、スグりなどは果物としてだけではなく、菓子材料や調味料としても使われる。ドライフルーツとして使うことも多く、ウクライナ人にとっての故郷の味。ニンニク、ポピーシード、ディル、キャラウェイなどもその匠な味付けに活躍する。砂糖と蜂蜜はふんだんに使われ、砂糖を たっぷりと加えたジャムは菓子だけではなく紅茶の甘み漬けに欠かせない。酢と、いったひまわりの種から絞った独特の風味のある油は前菜を味わい深くするために用いられる。コサック風の焼肉。多彩な加熱方法を用いるウクライナ料理には様々な調理器具が用いられる。フライパンや鍋は、もちろん、日本人には馴染みのないものも多い。サワロでできた巻き寿司と黒パン。 クローヤンカチのソーセージありがとうございます。